はいどうも PM 通信編集部あさみです。よろしくお願いいたします。はい、引き続き、ディズニーコラボダンジョン回っていきたいと思います。今回はですね、ヴィラン・ディル・ロッテさんの、期間限定で降臨しておりますので、こちらをやりたいと思います。はい、前回、ジョン万次郎、ヴィラン・ジョン万次郎を、なぜか知らないですけどスピクリできなかったのでね、まあ、ちょっとね縛りを設けてたので、ちょっと悔しかったのでね、今回は、ガチできました。ご覧ください、モーツァルト艦隊できました。モーツァルトさんでも友情でね、貫通ホーミングでもう一瞬で終わらせます。はい、ということでやっていきたいと思います。まあ、ちょっと運極枠持ってきてないんですけど、まあまあまあモーツァルトさんでモーツァルトさんで、行きましょう。出撃、今編成をした。はい、とりあえずね、キスキルリラさんと、ジョン万次郎、スピクリできておりません。なのでね、今回はスピクリしたいので、モーツァルト艦隊できました。はい、まあ何をしようっていうも何もないんですけど、まあモーツァルトさんにこうパーンと当たればもう終わりです。はい、さすがモーツァルトさん、貫通ホーミングクソ強い。でね、ジョン万次郎さんでも使いたかったんですけどね、なんだっけな、ホーミング系がね、あまりよろしくないので、ここも、まあ、2人以上にね、友情コンボが放てれば、ほぼ、掃除できます。はい、まあ、これも全然怖くないです。はい。はい、ちなみに、ヴィラン・ディル・ロッテさんは、極みですね。極みのダンジョンです。はい、まあこんなガチメンツだったら絶対勝てるだろうと思いますけど、まあ、とりあえずスピクリがしたいんですよ。動画でスピクリがしたいんですよ僕は。はい、てかね、キスキルリラさんの時は本当に、お、来ました、ディルロッテさんですね。ヴィラン・ディル・ロッテさん、そう、皆さんお気づきでしょうか、鏡にいるのってエヴァンさんなんですよね。エヴァンちゃん、まあガチャ、闇ガチャとか引いてるとたまに出てくるエヴァンちゃんがなぜか鏡の奥にいるんですよね。僕一番最初にディルロッテさんよりそっちの方が気になってしまってはい、では、こんな感じですかね。貫通と反射がね、反転する床があるので、まあ、モーツァルトさん反射なんですけど、まあ、貫通で結構立ち回れるかなと。あーっと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 。ね、貫通になりましょう。貫通になって、なんとかなってください。あー、しょ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 。はい、ダメでした。あ、でもまあ、結構ダメージ食らわせてるね。これも貫通になって上に行きたいと思います。はいよ。まあ、とりあえず友情が出せればね、ザクは一掃できるので、あー。ちょっと足んなかったか。まあこれはこれでいい。はい、最終ゲージまで行きました。やっぱモーツァルトさんはね、優秀ですよ、ほんと。なんだろうな、規制が、情報がね、改善されなければ全然使える。うわーわー、めちゃめちゃ強い。あの一列全員倒しました、さすが。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。いかがだったでしょう。もう終わりを宣言します。はい、これで終わりでしょう。はい、これでもう終わりです。あら、いったー。さすが。今、すごいガーっていきましたね。ゲージが。見ましたか、今の。はい、ということでね、大人げないプレイでした。ヴィラン・ディル・ロッテさん、モーツァルト艦隊でボッコボコにしました。はい。まあ、これで落ちるかな。どうでしょう。あー、落ちましたね。なんと、優しいダンジョンだ。なんかね、ディズニーコラボダンジョン、どれも優しいらしいんです。あ、まあ、キスキルリラさんは抜いてね、ちょっと難しいですね、キスキルリラさん。で、まだね、お会いしてない、ヴィランバッハも、多分、そんなに難しくはない。まあ、多分、難しいって言ったら、多分、そいつらかな。パンドラさんは、ちょっと放送してないんですけど、一回入って、勝ててます。はい。結構優しい男女だったんですけど、キスキルリラさんは今のところナンバーワンで難しいです。
で、バッハさんは、来たらね、やってみたいと思いますので、お待ちを、お待ちを。はい。まあ、勝ててよかったです。はい。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもやっておりますので、概要欄、説明欄からぜひフォローお願いいたします。またね。